皆さんこんばんは。1月19日火曜日、日本文化チャンネル桜沖縄の声の時間です。当番組は2000人委員会、友の会、協賛広告広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。こんばんは、キャスターの又吉安孝です。私たちがやるのは普通木曜日なんですけど、今日は特別番組として火曜日の放送になります。で、火曜日の放送でありますけど、これは収録であって、実は、土曜日ですね、土曜日に収録したものであります。なぜ土曜日に収録したものであるかといったら、実はですね、昨日15日、孔子廟裁判の、第二次訴訟 の、 あれ裁判がありまして、でそこでこの徳永弁護士も、大阪ですか、はい、大阪から来てもらっていますし、でまた原告のテルさん、吉尾さんですね、持って4人で、この孔子廟裁判についてこの話し合いたいと思います。じゃあまず、原告のテルさん、ちょこっと何か紹介話してください。何かないですか。自己紹介。はいはい。金城テルと申します。いつもいろいろとお世話になっておりますが、よろしくお願いいたします。じゃあ吉尾さん。吉尾と申しますけど、今度の裁判があまりにも大きな裁判でですね、そこまで来たのには大変我々はもう感動してます。以上、よろしくお願いします。吉尾さんが言ったように、これ実は、はい、大きな裁判ですよね、はい、でその裁判を中心になっているのがこの徳永弁護士であります。じゃあ徳永弁護士さん、昨日のこの第二次訴訟についての説明を簡単にやって、また第一次訴訟の問題もありますからね、はい、それを説明していきたいと思われてと思います、はい。昨日奈良地裁で行われた孔子廟の第二次裁判、これはまあ始まってから3回目の法廷なんですけれども、実は20日にその最高裁の大法廷、これこの孔子廟の第一次訴訟なんですけれども、この裁判を控えているんで、まあ裁判所も実は我々もそちらの進行状況が気になっているんで、まあそれがどんな状況になっているのかということを、まあ、いわば裁判所に報告するための期日みたいな形になりました。で、それでその20日の裁判というのが、じゃあどういう関係があるのかというと、まあ、この第一次訴訟と第二次訴訟、基本的には全く同じ事実関係をもとにした裁判なんですよね。で、そこでそのご承知のように孔子廟、これはまあ儒教の主秘教施設だという位置づけを我々しているわけなんですけれども、そういうものを市民公園にどんどん建てていると、その建てていいのかっていう問題がありますよね。でかつその普通は公園を使用する場合には公園使用料というものを徴収することになるんですけれども、那覇市はそれをしていない、全額免除してるんですよね。で全額免除してその久米創成会という、まあ、いわば宗教団体に、まあ、一族のその宗教団体にですね、その公園を無料で貸して、で孔子廟という宗教施設を建てさせている、それは政教分離、憲法に規定している政教分離原則に違反するんじゃないかと、で違憲でそういうことを認めているということについては違法じゃないかと、違憲違法だということを、まあ、裁判所において判断してもらっている裁判になるわけなんです。でそれが一審でも、これは違憲だと、政教分離に違反するという判決が出まして、で、かつ一昨年になりますけれども高裁でも、違憲判決が出ました。そして、那覇市、それから久米創成会、そして我々も一部敗訴の部分を最高裁に上告したという形になっているんですけれども、その裁判が大法廷に開封されて、これ去年の、何月でしたかね、4月でしたかね、4月に大法廷に開封されて、で大法廷の弁論が1月20日に開かれるということになっているんですね。じゃあこれ20日にもう最後のもう
弁論という形になるわけですよね。そうです。次はもう最高裁の判決が折るのを待つという形です。そうです、大法廷判決です。あ、これいつ頃になるかっていうのは分かりますか。まあ正確にはその法廷の場で決まるわけなんですけれども、まあ、おそらくあの年度内に行うだろうなというふうに見ています。あ、いや昨日、まあ、裁判所自分も見たんですけれども、まあ裁判っていうのは何かあのテレビで見ると非常に緊張した感じで番あのやり取りすると思っていたら、なんか弁護士同士が何かと裁判が何かいろんなこちょこちょ打ち合わせして、それでもうすぐ終わった形なんですけどね。であの時にこの気になって聞いたのが、やはりこの第一次訴訟の判決が折れないとまた次このどうなるかってちょっとわからないですねみたいな形もこうあの聞いたんですけど、はいはい、要するに第一訴訟でやっているのはどういうことか、また第二訴訟でやっているのはどういうことか、ちょっと簡単にこう説明してほしいんですけど、ね。そうですね。まあ、先ほど第一訴訟と第二訴訟はあの全く同一の事実関係に基づく裁判なんだというふうに申し上げました。で、今申し上げた通りに、そういう市民公園に、孔子廟という宗教施設が建っていると、これは政教分離に違反するんじゃないかということを前提にして、でそれを無料で貸しているというのが違憲違法だから、その分の、使用料を徴収しなさいよと言っているのが第一訴訟です。要するにこう、無料で貸しているのはこれはもうあの憲法違反であると、そうそうそう、違反で法律違反であると、うん、だからちゃんと徴収しなさいということを要求しているのが第一訴訟という形になるわけですね。そうですね。言ったらこの宗教団体、あるいはその宗教行為について、公がその便宜供与をしていると、便宜を図っていると。ああそうか、これはやってはいけないということなんですよね。そうです。あらゆる宗教に関してこの公的なものは、まあ、援助したりとかいろんなことを絶対やってはいけないというのがもう政教分離のあれで、法憲法にそれがあるという形なんですよね。そうです。憲法20条と憲法89条、でそれで貸してまあ、有料で無料で貸してもこれ違反であるから、こう金を取れと、普通にあの金を取りなさいと。あ、これが第一訴訟 で、うん、で第二訴訟の場合にはどういう形になるんですか。これはね、そのやはりその期間、その一次訴訟の判決が一審二審と出ても、那覇市はその無料で貸すということをそのまま継続しているわけですね、はい、だからその後その間の無料で貸しているのもちゃんとあの使用料を取りなさいよということと、もう一つはそういう違法なものをそもそも建てているということも問題だろうということで、この孔子廟を公園から撤去しなさいと、しないということは違法違憲になるんだということ の確認を求める裁判をやっているわけです。要するにもうこれは向こうにこの公園にこの宗教団体 その建物を作っているということはもう憲法違反であると。そうそうそう。じゃあ作ってはいけないんだと、はい、だから撤去しなさいと、はい、撤去しろということをこう第二訴訟ではこう要求しているという形です、ね、そうですね。そこが第一訴訟と違うところです。で、その問題はあるんだけれども、今第一訴訟と第二訴訟がこう、まあ、絡まってるというかやってしまって、まだ第一訴訟の裁判はまだ終わってないし、で今やってますけど、これはやはり第一訴訟のこれが20日に弁論があって、で3月ぐらいにはこの判決が折れると、はい、これはどういう判決が折れると思っていますか。まあ、これはあの我々は間違いなく違憲判決が出るんだろうなというふうに思っているんですけれども、その理由は、最高裁には小法廷と大法廷があります。はいはい。で通常その小法廷は3つあってね、5人ずつ5人ずつ5人ずつで第一法廷、第二法廷、第三小法廷と3つあるんです。この方そういうとこ分からないもん、ただ最高裁とか何とかしか分からないから、うん、普通はこの5名5名の 小法廷にかかるんです。小法廷で、小法廷で大体この判決は折れるという形になるわけですね。で、本件も小法廷にかかってたんです、はい。ところが去年の、7月にこれを大法廷に開封しますという連絡が来たわけです、でこれは裁判所法に規定があるんですけれども、要するに最高裁の大法廷の審理というのは基本的に2つなの。それは1つはあの最高裁の判例を変更する場合、今までの判例を変更する場合、もう1つは違憲判決を行う場合。ということは
でどちらかという話になるわけです、うん、あ、いや、どちらかといえば考えたら、あ、これは違憲判決の判決が折れるんだなという一つの予測をできるようなものであるという形になるわけですね。はい、で、まあ、徳永弁護士から聞くんだけど、この大法廷で15名の裁判官が揃ってその前で弁論するということはめったにないということも聞いたんですけど、うん、まあ、最高裁の裁判官全員が揃うわけです、15人が。あ、でその15人の前で弁論するわけですから、まあ、いわばその弁護士の晴れ舞台ですよね。これは、まあ、めったにないことなんですか。うん、要するに違憲判決の場合で、判例変更の場合で、判例変更の場合はもっと少ないですから、うん、違憲判断にしたって年に1つか2つあるかどうかですから、はい、まあ、年に1つ2つあるかどうかということに、程度しかないと、うん、まあ、そういう意味では大変珍しい。ああ、じゃあこっちでやるのも、まあ、一生に一度あるかどうかという問題でもあるわけですか。ですよね。あ、じゃあその大法廷で弁論をすると。かっこいいね。そうです。はい。まあ言ったらアスリートにとってはオリンピックの晴れ舞台に出るというぐらいの値打ちがあるんじゃないかなというふうに思ってます。これが、まあ、はい、今日放映されるのが19日で20日にあるわけですよね。20日の東京で大法廷でこの徳永弁護士がもう堂々と弁論するという形になるわけですよね。でそしてこの問題というのはこの要するに、まあ、これは過程になりますけど、しかし大体流れから見ていくと、もうこれ確実に勝てるというものでいい、まあね、だからいくつかもちろん可能性としては両方あり得るということは置いとくんですけれども、まず勝てるだろうというふうに僕らが言ってるのは、一つはその一審判決、二審判決が元にした空知部と神社事件判決と最高裁判決っていうのは、まあ、かなりいろんな事件において今もう使われている判決なんですよね。で、いわばその政教分離については通事鎮裁訴訟判決というのが、昭和40年代に出されて、それがずっと基本になっているんですけれども、まあ、基本的にはその流れにあるわけなんですけれども、まあ、お金、その公金が使われているときにどうなのかというね、まあ、直接的には憲法89条についての批准ということで、まあ、非常に何て言うかな、教科書も必ず出てくる基本的な判例になっているん で学説の状況を見ててもこれはけしからんのだっていうのはあんまりないんですよ。でそれでなかなかこれは変わらないというのがまず一つで、2番目にこれ那覇市や久米創成会の上告理由書っていうのが、こんな分厚いね200ページもあるようなものが出てきてるんですけれども、その中にね、この、この空知部と事件判決の判例がおかしいんだという判例の批判がないんですよね。だからこの判例に照らしてこうだというね話になってるんで、だから最高裁としてその相手方の主張を見てても判例変更をしなきゃいけないっていうような、そういう主張の迫力はないんです。でもう一つは、これはその我々も上告してるっていうふうに言いましたよね。あ、そうですね、はい、これは一審判決は金額181万を 払いなさいと、あるいは請求しないということが違法なんだということを認めてるんですけれども、一審判決は金額を明示しなかったんですよ。でいわばその一定減額すれば違憲性解消できるんだという判断がそこにあるんですけどね。でこれをそのこれおかしいじゃないかということで、その二審で敗訴した部分っていうのを、一部敗訴した部分っていうのも上告申し立てしてるんですけれども、今回大法廷の開封にあたって最高裁はこの事件を上告事件として受理するという決定もやってるんです。で通常これ上告受理の申し立てを受理するということは、それをその主張を入れて、で逆転するという判決になるというふうに考えられてますんで、そうすると我々が勝つということは、違憲判決が出るんだろうと、仮にこれが判例変更をやって、そして那覇市側が勝つということになるんであれば、
我々の申し立てた上告受理の申し立てっていうのは、受理決定しないというふうに考えられるんで、受理決定をした上で大法廷に行くということは、これは違憲判断が出るんだなというふうに我々としては見てるんですけれどもね。なんかちょっと分かりにくいですかね。要するに分かりにくいですよね。あの要するにこの金、こっちが徳永弁護士側がこう上告したのは、金額が高裁ではこれ停止しなかったわけですか。そうです。要するに、一審で認めた180いくらかの金額があるんですけれども、はいはいはい、ね、要するにそれを全額請求しなきゃいけないっていうわけじゃないんだと。多少の減額をして請求することも許されるから、金額を明示するのは適切でないっていうようなことを言って、請求一銭もしないっていうのが違憲だっていう形で、まあ、ちょっと後退したんですよ。ということは、要するにこれ金額はっきりしてないから、最高裁ではちゃんと金額ははっきりしろという請求を、そうです、そうです、やったわけですね。はいはい、でそれが要するにこの上告では受け付けたと、受け付けたということは、じゃあ金額をはっきりしますよということを最高裁はやりますよということで受け付けたという形になるんですね。上告と上告言うっていうのは、ね、憲法違反だけに限られるんですよ。で、だけどもなんて他におかしいじゃないかっていうような裁判ありますよね。でそれは上告受理申し立てっていうんです。で上告受理申し立てっていうのは、最高裁がそれを取り上げるか取り上げないかは最高裁の広範な裁量に任されてるんで、まあ、最高裁が上でひっくり返すつもりがなきゃ上告理由にありませんし、上告受理としても受け付けません。でそれで終わりなんですよ。要するにこの受け付けたということは、これはもうなんていうか保証金っていうのはいくらにしますよっていう形をある程度示しているという形もなるから、じゃあこの最高裁がこのちゃんと金額を発揮するということは、もうこれは憲法違反であるということになるという形になるんですよね。そういうことです。はい、まあ、ややこしい。ややこしいんですけどね。ややこしいんだけれども、簡単に言ったら、これは憲法違反だから、ちゃんとこの請求通り、このお金はいくら払いなさいと最高裁がやるだろうという形になるから、結局、この請求分離に違反していると。いう判決が折れるということはもう確実であるという形になるわけですね。ええ、もうこれ楽しみだな。いや今までこう ね、 ですね、まあ、テルさんもこう吉田さんもこの那覇市民ですからね。で昔はもう随分この教職員とかそれと戦って、まあ、最悪と戦っていて、で今現在この那覇市のこうあれは最古系ですから、共産党とかそういった中心が強いですからね、彼らがこの牛耳っている形で、これを彼らが憲法違反すると、これ非常に皮肉なんだけどね。まあ、いや実は言いながらも、なんか沖縄でこんなことが起こってしまっているということは、ちょっと沖縄の恥になるから、こうなんかちょっとこうかかるもあるんだけども、しかしこの今まで随分新聞がこう見た時にも、あ、そういえばこの徳永先生がやったこの小泉市長の時のこの参拝でも、やったのはこの政府側、小泉側がこの憲法違反であるという形でこの立ち上がってボンボンやっていて、憲法違反であるという形で仕掛けていくのが最悪なんですよね。それが沖縄では逆現象が起こっているということがね、また面白いなとは思いますけどね。でこれでこうやっていくと、じゃあ3月にこのなんて言いますか、まあ、憲法違反であるということが終えたときに、じゃあこの第二次訴訟の問題になりますよね。はい、第二次訴訟ではこの、まあ、撤去しろという要求が出ていると。で第一次訴訟の場合にはもうお金を払えという形なんだけども、しかしこれが憲法違反という形になっていくと、今度は第二次訴訟でこの要求しているこの撤去しろと、そういう形もなりますよね。そういうところにはどういう展開になると思いですか。さっきその第二訴訟は撤去を請求しているということを言いましたけれども、はい、同時に金額も請求しているんです。あ、そうですか。うん、でその2つ請求をして、要するに第一請訴訟の請求に追加して撤去をその入れたっていうのが正確な言い方なんですけれども、はい、まあ、少なくても最高裁の判例が出たら、それと同じ事実関係においてなされているこの請求しないことが違憲なんだということについては認めるということになりますね。それは同じ結論にならなきゃいけない。はいはいはい、でこの
その建物を撤去せよというところについては、必ずその別の判断もあり得るとは一応理屈ではあるんだけれども、要するに、建物を建てて、建てるという許可がある。置くという、設置するという許可があって、そしてそれの賃料を、使用料を免除するという処分がある。これは2つ別々なんだというふうに見れるんだけれども、しかし同時にこれは一体なんですよね。だから一体のものとして片っぽが、これ違憲だったら、これどっちも違憲になるだろうという考え方のもとでやってるんですけれども、おそらく、那覇市側としては最高裁でお金を取らないことは違法だという判決が出たら減額をして全額免除はダメだということが決まるわけですけれども、じゃあその普通の人たちが払うことになっている規定の半額を請求するという形はありえますよね。要するにもう値段を安くして請求するという形になるわけですよね。そう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 、はい、することがまあ普通考えられるんです。であるいは それ半額なのか、いやもっと下げて、2割3割とかあってね、そうするとね、例えば1割カットぐらいだったら合憲かなっていう気、じゃあちゃんと取ってるというのそんな変わらないんだけれども、半分でいいやとか1割いったら、それやっぱりその宗教団体に対する、あるいは宗教に対する援助になるんじゃないのということは言えますよね、うん、そうするとまたこの裁判になりうる可能性がある。あでもう一つ、裁判になるというか下げてくる、で下げてきた時に今度はその撤去の許可ということが違法になるかどうかという問題が生じるんですね、うんうん、でただね、ここはその憲法の問題と直接変わらないんで、関わらないようなんですけれども、関わるんだけれど別の問題なんですけれども、今その孔子廟が建っている公園の敷地、その3分の2は市の財産なんだけども、3分の1は国の財産なんですよ。これはもともとは全部国の財産であったものを3分の2だけ買い取った形になってんで、3分の1についてはそのなんていうかな、無料で管理を委託していると、国から委託しているっていう形、委託をされているという形になってるんですよね、はい、でもそういう形の委託をされている、無料で委託されている土地っていうのはそこで賃料を取る、公園として使わなきゃいけないんで、うん、その使用料を取るということは許されないんじゃないかという問題があるんですよね。そうするとたとえ1割であろうが2割であろうが使用料を取るということになると問題だということになって、でそれできないんじゃないかという問題が出てくるんですわ。ああ、結局撤去するしかないんじゃないかという話も、うんうん、今出ているということです。いや、自分たちも素人なりに考えても、あれは請求分離というのがちゃんとあるんだから、そしてこの公共の場所っていうのをある宗教団体にこの無料で貸すと、その有利にするようなこと、賃料で貸すのもあれなんだけど、貸してはいけないっていう、もうそもそも公園だからね、あそこは、うん、公園のああいう建物を建てる自体が間違ってるっていう形に こっちは考えて、これ絶対撤去させるべきだというふうに考えますけど、また法律にはそれとまた違うややこしい問題が出てくるわけですか。だから那覇市としてはそういう判例が、判決が確定したときに、大法廷の違憲判決が出たときに、じゃあちょっとその減額して処理しましょうかというふうに簡単にできないところがあるんですよ。そうですよね、北海道かどっかでそういうのは結局撤去しなくてもいいという形で最高裁がやったんだけど、これは歴史があって何百年というこの神社の歴史があって、その歴史を言って、まあ、周囲の人たちもそれはもう自然にこの、存在しているという形があるから、そういう状況があるからそれを考えて撤去はしなくてもいいというような判決は最高裁やったんだけど、しかしこの場合違いますよね。周囲の、昔からあるわけでもない、これ戦後できてるし、である限られた宗教団体が作ってるようなものだから、絶対神社とは全然違いますよね、という形を私言いたいです。そうおっしゃる通りですね、でそういう形になるとやっぱりこれ撤去してね、当然であると、うん、撤去しなくちゃいけないという形をこう考えますけどね、やっぱり法律ではそこで難しい問題があるわけです。いや、基礎は大事ですからね、基礎とか筋とかいう問題はもう今又吉さんが言われた通りなんで、
先ほど言ってるソラチュプト神社の裁判っていうのはもともと国有地であった、そしてそれで戦前はその上にその神社が建ってて、でしかも神社も国有だったんですよね。でそれがその戦争に負けて GHQ がやってきて、これのその新都市令というものを出してきて、そしてこの国有地だったものを市に戻させたんですよね、うん、そのことによってその上物と下の土地との所有者が別々になるっていう事態ができちゃったんで、これはどっちかというとその市にもその神社側にも責任がないんですよね、なんかもうその歴史の流れでなんかそんな風になっちゃったと、いわば時代に翻弄されたということで、その結果別々になってるのに、それが果たしてその宗教に対する支援なんだと、無料の使用貸借してるっていうことが援助なんだって言えるかどうかっていうのは悩ましい問題だけども、今回の場合はもともとその市民公園として使うべき市民公園に公園があったんですよね。そこに久米創成会というね、そういう一つの一族の集団、要するにその儒教のお祭りをする、自分たちの祖先を祭るそういう人との集団が自分たちのお社をそこに持ってきた、孔子廟を持ってきた、で それが観光資源になるんだっていうことが一つの理由なんですけれども、でもそういう宗教施設を観光資源になるからということを理由にして公園に持ってくると、それはやっぱり積極的に違法なことをやってるということになるんで、そのソラチブトの事件の問題よりもずっと、まあいわばその政教分離っていう観点から見ると悪質ですよね。だからそこが、まあ自分もそういう問題あるの分からなくて、でこのチャンネル桜でテルさんと組むことによって初めて知ったんですけどね、はい、というのは新聞とかそこでほとんど報道しないんです、この問題。確かにこれ憲法問題だから、普通だったら流大とかそこの学者なんかが問題にして、そしてタイムズとか新報でも問題にしながら、県民にその問題を一緒に考えようじゃないかという形でやりそうなんだけど、全然やってないんですよ。で自分もこの全然知らなくて、ただこのテルさんと一緒にこのやることによって、あ、こういう問題が起こってるんだと。いや、憲法違反の問題がまさか沖縄で起こってるとは絶対予想してないですからね。で本土でもやっぱりこの神社問題とかあって、この憲法違反だとかなんとかあるけど、これも先生が言ったように、この戦前は国有地で、これ神社っていうのは全部この、まあ、国のものであるという形でやっていて、それが急にこの切り離して政教分離を強引にアメリカが作ってでピシッと分けていったら、しかしそれでも日本は言えないなと思うんだけど、法律作ったらみんな守ってるんですよね。あんなに何千何万という神社でも憲法違反と違反してるのはほとんどなくて、限られた3件ぐらいがあって、で裁判になったぐらいだから、あ、これはこのぐらいこの憲法違反であるということ、請求分であるということはもう全国で非常に意識して考えなくちゃいけないはずなのに、なぜか沖縄の那覇市でこのことが起こってるということね。それが非常に大きな問題だと思うんですよね。これはだからこうチャンネルとか今やってるんだけども、ぜひとも自民党とかね、那覇市も考えてほしいんですけどね、こういう問題が起こってるっていうのが、まあ自分としては正直言うと沖縄で起こってほしくなかったですね。まさか那覇でこういうことが起こってるっていうことはですね、もうちょっとね、どうですか、テルさんなりこうなんか言いたいことがありましたら、まあ、私悪い考えで言うとですね、ひょっとしたらこれは評価制限のためにね貸したのかなというような気持ちも、心も悪い発想かもしれませんけどね。おなが父がね、この総裁と大きなこの団体の票を頑張ってもらうためには、こういうまた国の、まあ、自分たちのその市の土地もですね無料で貸してあげてね、恩を着せてそれだけ票をもらおうとしたのが、あ、それ考えますよ、小長さんじゃないかなと思ってます。小長市長の時にね、要するに久米創成会とかそういう36世のに無料で有料をやっていくことによって、彼らの票を自分のように持ってくるという、その目的でやったっていうのはね、そういう気持ちもあったんじゃないかなという、あ、悪い考えかもしれませんけどね。いや、ありますよ、そういうのは、ね、それはありますよ。いや、そういうのがないとね、おかしいですよね。はい、こんな考えないですよ、あれは。ああいうとこ叩かすっていうのはね、票を集めるためにまあその点はね、はい、実はその一審判決でも二審判決でも判決理由の中で出てくるんですけれども、はいはい、この問題について、
まあ、那覇市の中でそういうプロジェクトチームを作って何度も検討してるんですね、はい、でそういう議事録残ってるんですけども、うん、その中にはそのことについてね、政教分離に違反すると、憲法に違反するという問題があるから慎重しなきゃいけないという、そういうなんか懸念をなんかこう払拭するようなことをしなきゃいけないから、うん、そのまま持ってくるのは問題じゃっていう意見はね、ちゃんと出てるんですよ。 あったそういう意見もあったんですか。 あったにもかかわらず、うん、そういうことをもうなし崩し的に推し進められたという経過があるんでね、うん、だから裁判所の判決もその点についてちゃんと書いてる。あやっぱりテレさんが言うよね、ちょっと沖縄のね、この丁寧なみたいなね、あんな形でこうなんとかこうごまかしてこうやればなんとかできるもんだなという形をやったということなんで、いや政教分離あるということを気づきながらやったということなんですか。そうです。だからこれはそのなんていうかな、市側にそういう故意なり過失なりの責任があるかっていう段階のところで、いやそういう議論出てたのにそれをやってるんだから過失がないというふうには言えないということでちゃんと判断してるんですよ。ああそれありながらやったというと、やっぱりよっぽどこの票稼ぎとかね、そういったのも非常にあったかもしれないな。ああテレさんも何か話ないですか、今聞いて自分なりに。ただね、わからないものっていうのはあまりこう心配しませんよね、わからないから、はい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 、ところがだんだんこうやってる間にすごい大きな問題だなっていう感じがいたしまして、もうその時はやっぱりもう弁護士先生がいろいろと、もう結局は解決をするには弁護士先生ですから、そういう気持ちがあって、もう本当にもう感謝以外にないんですね。もう弁護先生がここまでいろいろとね、努力を、お力をあれしてくださったんだなっていう、もう私にしてみれば家庭の主婦がそういうもう大げさなね、そういうものをやって、ああもう本当にただただもう今こういうところまで来て、もう弁護士先生にもう感謝をするだけです。本当にもう全てはもう弁護士先生がいろいろとやってくださいましたから、もういやいや、もうそれはね、もうそう言っていただいたらね、ありがたくてすごくもう嬉しくて光栄なんですけれども、そしてやっぱりでただの主婦って言われたけれども、で先生がずっとその沖縄のためにね、あるいは日本のためにね戦ってこられたということはみんな知ってるんですよ。ただの主婦じゃない。だからそういう人がやっぱりここは問題があるんだと、おかしいんだという声を上げて、これを何とかしてくれっていうふうに言われて、こっちもああそれだったらちょっとなんか考えてみようかということでやっていくんで、これはやっぱり火をつけたのはもうテル先生たちのその情熱であることは間違いないんで、もう我々からしたら本当にそのことについてまず敬意を表しますよ。ね、でそれで今までなんていうのかな、沖縄の左翼ったらもうとにかく憲法って言うじゃないですか、はいはい、憲法を守れと、これは憲法違反だとかってね、だけどその自分たちがこれその尾長さんと一緒になってね、まあいわばこの政教分離違反の憲法違反の行為やってるのにかかわらず、沖縄の中では新聞も小さくしか取り上げませんよね、うん、まさに憲法違反だという判決がすでに出てるんだからね、そのことについて大々的に問題すべきなのに、なんとまあそのダブルスタンダードというか、要するに憲法をただただ自分たちの政治的都合に利用してるだけじゃないのというふうにやっぱりこっちは言いたくなるよね。そうですね。ああそれ非常に感じますね、うん、感じますよ本当に。いや、上原さんも今まで、まあ、教員やっていて、やっぱりこういろいろやったテルさんなんかと一緒にやったんじゃないですか。はい、もう昔はね、昔はって、まあ、自分が学生の頃とかだったらもう教員強かったですからね、はい、もうとにかく騙されやすいですね教員というのは相手が子供ですからね、子供は相手に仕事してるもんですから、大人からは騙されやすいわけですよ。勉強あんまりしないから、新聞面もないですよ教員というのは。ただ上からまあ、とにかくこれ悪いよあれ悪いよと言ったらすぐわーっとですねストライキやったみたいにね、うん、まあとにかく何て言いますかね、さっきも申し上げましたが、とにかくあまり考えが浅いんですよ教員というのは。相手が子供だから、大人だったら大人であればですね、やっぱりこれは
正しい正しくないみんな分かってこう行動できますけどね、はい、教員がですよ、子どもの教育を受ける権利を守らんでね、すぐあのストライキやるんですよ。じゃあストライキやるんだったら日曜日やりなさいと、じゃあ子ども困らんじゃないかと、そういう発想はしないんですよね。困ろうがどうしよう、上からはいストライキやりなさい、360円であの延期り返しなさいと。しかし政府は復帰の時に305円で延期り返しましたよね。その時にわずか55円の差でね、子どもの教育をです、ね、無視してね、教員がですよ、それやったんですよね、復帰前に。ああいう連中ですからね、あんまり信用できません、教員の団体というのは。そういうことです。だからあの時復帰反対復帰反対と騒いだ人間がね、今自分になって復帰反対って言う人誰もいませんよ、うん、よかったねと、復帰してよかったねと。あの私の知り合いがですね、私は損したよと。どうして損したのって言ったら、あんな海洋博を私見に行ってないと言うんですよ。海洋博見に行かなかったという、その理由はね、海洋博は国のもんだからね、国が作ったもんだからね、それに反対しなさいと言ってね、教員組合がね、教職員組合が反対したらしいんです。内部でですよ、うん、我々はその表では分かりませんけど、内部で。だからこの人は分会長をしていたために、教職委員会が反対しているこの海洋博に自分は30、まあとなく半年、あれ半年開いていますよね、半年なんて1日も行ってないって言うんですよ、1時間も行ってないって言うんですよ。だから今頃ね、私は損したな、バカだったなと、もう苦笑いしていましたよ、うん、そういう教育が実際いたんですね、うん、私の知り合いですよ。いや、はい、今上原さんが言ったようなことを現在に考えていくと、うん、はい、要するにあの海洋博ね、はい、で悪いという形で言って、うん、で沈黙すると、はい、今度はこの、公衆問題、はいはい、本当に大きな問題なのに、うんうん、絶対これは全県でこういうの教員も含めてみんな考えていかなくちゃいけないのに全然こう消されていると。本当ですね、同じことやってるんですよね、はい、だからタイムズとか新報とかまた学者、うん、彼らが本当は問題にすべきなのに問題にしてやっていると、うん、あの海洋博をこう沈没させたように、今度はこの公衆問題を沈没させようとしているのが彼らであるという形も言えるんですよね。そうですね、だからあれの反対のことをすればみんな成功します、世の中は、うん、もうとにかくね、あれが反対するのは正しいんですよ、あれが賛成するのは正しくないですよ、辺野古の問題もそうですよ、正しくないですよ絶対。あれは辺野古があって初めて沖縄の平和、日本の平和、東南アジアの平和が守れるんですよね、そこまで考えない。ただ辺野古反対、辺野古反対、中国がすでにもう尖閣諸島まで攻め込んで来ようとパタパタしてるじゃないですか。あれだけ見ても分かるのね、あれは辺野古に軍隊がなければ、あるいはあの嘉手納に軍隊がない、あるいは米軍がないとかですね、あの宜野湾に米軍基地がなければ中国は喜んでこっちもう沖縄まで攻めてきますよ。でその時に彼らが言うことは、はい、うん、はい、間違いなく憲法に違反してるんだっていうことですよね。あ、なるほど、そうですね。それを理由にやってきてるのに、はいはい、ね、こう感じて本当に最高裁が憲法に違反するという判断をするときに、はい、今までの沈黙は一体何なんだろうと。さすが、ね、に今度あの大法廷の判決が出たら、はい、本土の新聞も大きく書けますから、はい、さすがにこちらの新聞でも書かざるを得ないだろうなと。どうのって、どういう記事をどういうふうな紙面構成にするんだろうなっていうのは、その点についても非常に興味のあるところだと思います。またそれと同時に自民党とかね、はい、それぜひ動いてほしいんですよね、はい、いや、まあ、上原さんが言ったようにこのまさか教員の中に上原さんみたいな人いると思ってなかったから、自分はあの時は高校生とかだったっけ、はいはい、全然完全に静かでね、今言ったこの、ね、米軍基地とかそれがこの沖縄ためになるんだとかそういったの意見も全然聞かなかったから、自分なりに悩んでましたけどね、はい、やはりああいう形でこう情報というのを消す専門、はい、で嘘のものをこうどん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 広めていく、それが沖縄 の、 この得意な、うん、やり方で、だからそのために今こうこの公衆病裁判っていうのも自分もあのチャンネルそこにいなければわからなかったと思う。でそれをこの完全消されているんですよね。一番問題なのはなぜ沖縄の憲法学者がこのことを重要視して語らないのか、語ってないんですよね。
で細工系のその議員に立候補してそこに出るんだけども、これは憲法としては非常に重要な問題なのに沖縄では扱われてないっていうのがね、非常に問題なんですよね。はいはい、まあ沖縄 の学者といってもですね、みんな中国とつながってるかもしれませんからね、うん、その辺はやっぱりというのはあんなに復帰の時に復帰反対してみたり、そして自衛隊反対してみたり、だから復帰してみたら自衛隊にみんな救われてますよね。もう今度のまあ、なんて言うんですか、他府県のこの水害時の時でも何でも沖縄のまた、問題でもですね、みんな自衛隊が活躍して尖閣列島を守ったり、ちょっとなんて言いますか、八重山を守ったり都を守ったりしてくれてるから今我々も安心して生活できますけどね、はい、俺は、まあ、まああんまり喋ったらいやいや、それ大事なことだと思いますよ、はい、私はだからそう思ってどうしてもこの憲法の裁判がですね勝つ、やっぱり正しいぞ、違って勝つんだなと、彼らはいつも反対反対したけど、反対者の意見というのは最後は間違っていますから負けますよ全て。そう思ってやっぱり照先生の一言、この信念がですね、徳永先生に本当にですね、説明していただいて教えていただいてですね、教えていただいて、この憲法の問題までですね、大きな問題まで発展したというのはこれは沖縄の誇りです、はい、そういう意味で今言ったような形でやるんですけど、要するにこれ沖縄の弁護士じゃなくて、なぜ徳永弁護士に頼んだかって、これも大きいんですよね。もし沖縄の弁護士にこれ頼んでいたら負けていたかもしれない。そうですね、そういう非常に重要な問題もありますし、でまた今度は1月20日ですか、20日にこの弁論がありますよね。でどういう内容でこうやろうというものありますか、今この20日にこのやるのをテーマにして。まあ、20日の日には最高裁の方から15分時間いただいてるんです、弁論のためにね。15分ですか、うん、で今まで裁判の中でやってきたことと、この上告において、まあ、相手が言ってきたことに対する反論みたいな形でそれを整理したものを最高裁の方にもう出してますけれども、それについて、まあ、直接口から話させていただくと。そして本来であればテル先生に来ていただいて、テル先生の方からお話していただこうというふうに思ってたことは、先ほどの空知部と裁判の判決ということを申し上げましたけれども、その中で最高裁は一般の人がどう感じるかということを一つの要件にしてるんです。あ、そうなんですか、うん、だから宗教とは何かと、ね、だからこの問題ではやっぱりその那覇氏は何を言ってきたかというと、うん、これ何度も言ってるんですけれども、儒教は学問であって宗教ではないというふうに言ってる。だから釋天祭礼もこれは単なるそういうイベントでしかないし、孔子廟も宗教施設ではない、学問の施設なんだと。でそれは観光資源なんだから政教分離に違反しないんだというふうに言ってたけれども、これはね、照先生は実際に釋天祭礼見られましたよね、現場に行ってね。その時にあ、これは宗教だというふうに感じたって言われるんですよ。あ、はいはい、そのなぜ宗教というふうに感じたかとかいうことを私たちの方で汲み取って説明していただいて、それをその裁判所に出していった。いや、例えばそもそも普段の時に行っても、中国や台湾から来られた方があそこの前に正座してね、座り込んで、そしてこうやってやっておられる風景というのはありますよね、はい、それはやっぱりそこでやっぱり拝みの対象になるものが祀られているっていうことじゃないですか。これは完全に宗教的な儀式のこうやり方であるという形になるんですね。そうです。でしかも、はい、もちろんその釋天祭礼っていう祭礼は孔子様 のお祭りなんだけれども、孔子様の霊魂を天井と地下から呼び起こして、そして年に1回孔子様が来られる時だけ扉が開いて、そして中に来ていただいて、そして久米創成会の人たちが清掃して、そしてお祭りをするわけです。お線香を焚いて、ね、でお酒をまいてね、そうやって、そして孔子様の霊、来ていただいた孔子様の霊に楽しんでいただいて、そしてまたお帰りいただくというね、これはまあお盆なんかでやっている先祖の祭りと基本的には一緒です。
でそれを、まあ、いわばその久米創成会という久米36世という一族の団体、それ以外の人は入っちゃいけないんですよ、うんね、そういう団体がやってる。これはまさに儒教の、 あの神徒団体による儒教のお祭りそのものじゃないかと。でそして孔子廟はそのための施設なんだから宗教施設だと、ここを言ってるわけなんですけれども、そうですね、あの久米創成会の場合は女性もなんか入会できないとかそういう場合もあるぐらい、もう完全に宗教団体にと、うん、あの言えるような儒教ですからね、男系直系なんですよ、うん、要するにご先祖様が自分の血のつながった人がお祭りしてくれることで、そこで、自分がまたそこにあの戻っていって永遠にあの生き続けることができるっていうのが、まあ、儒教の根本的な公の観念なんでね、うん、それをやってるんですよ。テルさんもこれ実際にこの釈天祭礼見て、あ宗教だなと思ったわけですよね。これはもう誰が否定できないじゃないでしょうか。もうあの、うん、あれを見たらね、あれ宗教的あの行事っていうのをちゃんとやってるわけですから、あのこれは宗教以外にこれ何とも言えないと私は思います。もう見た目でそれを感じたということなんですね。そこが大事なんですよ。もう直感的に、これはもう誰がもね分かることですよ、うん、あいやだから大法廷というのは別この理論的なものじゃなくて、一般の人がどう感じられたかということもこうすごく大事なことで、それを理屈にして我々は書いて整理したんですよ、ね、だからそのテル先生のこれはもう宗教に間違いないっていう直感がね、なければ理屈はなんて本当に机上の愚論になっちゃうわけで、それがあるからこちらとしてはそれを理論化していろいろ説明することができて、最高裁がなるほどというふうに言えるような話にすることができたんです。でそれをまさにテル先生に出てきてもらって、5分10分の間でそれを語ってもらうという準備をしてたんですけども、このコロナの時期ですから、やはり高齢のテルさんに行っていただくっていうことについてはいろんなところからの反対もありますんで、テルさんの方からその自分がなぜそういうふうに感じたのかということについてはきちっと書いていただいた弁論書をいただいてますんで、これを我々が弁護士がテルさんに代わって最高裁で大法廷で読み上げるという形をさせてもらいますんで、このことはまた追ってご報告させていただきます。じゃあ1月20日にこの弁論やって、でそれでまた次判決を待つという形になりますよね。あそれから第二次法廷というのはまた2月ぐらいにもあるんですか。そうです、それ昨日決まったんですけれども、その最高裁の判決が出てからにしましょうということで、4月の21日かなに、決まってるんです。だからその時には、はい、いずれにしても最高裁の判決が出て、出た後でですね、報告集会やることになりますから、そのこともこちらの方でもご報告させていただきたいというふうに思ってます。じゃあ、 これからいよいよ楽しみがだんだん増えていくという形になりますからね、はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。お願いします。はい、皆さんありがとうございました。